仲間翔平は、広島県呉市出身の元、プロバスケットボール選手である。ポジションは、シューティングガード。プロバスケットボール選手の仲間淳平は2位。呉市立両上中学校、広島市立美鈴川岡高等学校出身。2004年高校3年時にインターハイベスト16、ウィンターカップ出場。大学は、大阪商業大学に進み、同期に奥本友人がいる。 卒業後の2009年、奥本と共に、IBL に参戦する日本人チーム、日本トルネードに入団。2010年、シマネスサノウマジックの結成、BJ リーグ参加と共に、チームトライアウトを経て入団。2011から12シーズンには兄、淳平ともプレーした。2011年3月には練習中に左目に、暴膜剥離を起こし手術を受けた。 三年目である2012から13シーズンに、出場機会を伸ばし、島根初の西地区3位入り、プレーオフ地区準決勝進出に貢献した。2014年、地元のチームである NBL、広島ドラゴンフライズと契約する。2018年広島ドラゴンフライズを退団。退団後は3人制バスケットボール 3X3 に転校する。同二千十八年十月一日。 三人制プロバスケットボールチーム、スリストム広島を地元広島に設立。株式会社スリストム代表取締役、社長兼選手として活動中。https コロンスラッシュスラッシュインスタグラムドットコムスラッシュ SHOHEINAKAMA、イグシットイコール W69 おじょ73素4。ありがとうございます。